ケネス・ウィラード・ダムは、アメリカ合衆国の政治家、実業家。ロナルド・レーガン政権にて、第8代アメリカ合衆国国務副長官、ジョージ・ W ・ブッシュ政権にて、第9代アメリカ合衆国財務副長官を務め、国際経済開発の専門家として知られた。1932年8月10日に、カンザス州メリーズビルに誕生する。メリーズビル高校を卒業し、 1954年にカンザス大学で理学士号。1957年にシカゴ大学法学大学院で法務博士号を取得した。1957年から1958年までチャールズ・ウィッタカー連邦最高裁判所判事の下で法務書記として働き、続いて法律事務所クラビス、スウェインムーアに共同出資者として加わった。 1960年にシカゴ大学で法学教授となり、1980年に学長となった。また、共和党政権時代に以下の政府要職を務めた。1985年にロナルド・レーガン政権を離れた後、1992年まで IBM 社で法律及び対外、関係担当部長を務めた。ダムは1992年に非営利、 法人ユナイテッドへの社長権最高経営責任者を務め、大々的に報じられたスキャンダルの全容解明と組織再編を指揮した。その後、シカゴ大学法学大学院に教員として復帰した。ありがとうございます。